皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は韓国から企業が撤退していくというお話です。で、これはですね、笑い事ではなく日本にも影響を及ぼしかねないというお話になります。まずはこちら、ロイターのニュースです。米スタバ、韓国合弁の持ち分を売却、直接保有から撤退という7月27日のニュースです。米コーヒーチェーン大手スターバックスは26日、韓国合弁の持ち分 50% を合弁相手である新世界グループの e-mart と、ちなみにこちら新世界グループの e-mart と言いますのは韓国の流通大手ということになります。その新世界グループの e-mart とシンガポール政府系ファンド GIC に売却すると発表しました。直接保有する形式から撤退するということになりますので、店舗は撤退せず持ち分を売って、いわゆる直営店からフランチャイズ方式に変更するということになると思います。そしてスターバックスの店舗はですね、韓国78都市で1500以上の店舗を展開しております。そしてですね、不思議なのはコロナのパンデミック下でも昨年2020年の売上は 3.2% 増ということで、売上は好調だったということにもかかわらず、なぜか直接保有から撤退ということになります。これはですね、一つはアメリカがですね、韓国内にあるアメリカ企業はちょっと気をつけなさいよということが言われているんじゃないかと思います。ですので今後韓国にあるアメリカ企業がどんどん撤退していくんじゃないかと言われています。そしてこちら、夕刊フジの7月15日のニュースです。ムン政権が残した深い爪痕、無策で沈没寸前の韓国経済、反日イデオロギーに明け暮れ労働組合に肩入れという見出しなんですが、もちろん反日イデオロギーもありますが、これは日本だけではなく、そしてアメリカだけではなく、世界の企業が韓国から撤退していくんじゃないかというニュースです。それはこちらですね、ムン大統領が所得主導型経済成長という素人まがいの政策を掲げ、最低賃金を2年間で強引に 30% を引き上げた結果、自営業者の経営が極端に圧迫され、コンビニの店長が自分の店を畳んで他の店でアルバイトを始める始末だということで、ムン大統領が行った最低賃金をなんと 30% も引き上げるというこの結果ですね。まず一つはこの結果が今回の事態を招いているということになります。そして当然雇用は急減し、若年失業率は実質 27% に達しているということです。これは非常に大変な状況ですよね。そしてその一方で不動産価格は高騰しているということです。これはですね、中国も同じです。自分自身で働いて稼ぐより不動産投資によって稼ぐ方が楽だし儲かるということで、中国もこういったように不動産価格が高騰しています。それと同じように韓国も不動産で楽して儲けようというような風潮になっているということになっています。そして不動産価格が2倍近くなっているということになっています。そしてムン政権は対策として銀行貸し出し規制などを行ったが、金持ちは現金で買えるため価格は下がらず、逆に貧富の差ばかり拡大した。新型コロナウイルスの影響もあり個人消費も低迷しているということで、もうこれは中国も韓国も同じですね。不動産投資を行って楽して儲けるということができるのがお金を持っている人ということで、もう貧富の差が広がるということになります。そして最悪期を迎えた国内経済をかろうじて支えているのが輸出である。5月の輸出は前年同期比で 45.6% 増加した。ただし前年度はコロナの影響で輸出が半減しており、そのリバウンドとも言えるだろうということで、まあなんと 50% 近く増加したんですが、これは前年が低すぎたのでそのリバウンドということになっています。そして韓国の輸出は半導体と自動車だけで約 30% を占めている。
いずれも先行きは極めて不透明。5月度の半導体輸出は前年比約 25% 増えたが、増加分には米中半導体競争に備えて中国が在庫を増やしたための仮需要がかなり含まれているということで、韓国で有名なのはサムスンですよね。そして自動車、それだけで約 30% ということで、5月は中国が今後の半導体需要を見込んでかなり注文をした影響があったということになります。そして世界は半導体の競争です。日米台が急速に連携を強めています。で、その中で韓国はこちらですね、半導体の最大手台湾の TSMC です。こちらが日米が投資を強めており、この3カ国が組めば韓国のサムスンに勝ち目はないということになっています。そして怖いのがですね、このサムスンが中国各地に工場を持っていて、輸出の半分を中国に依存しているというのが怖いところです。そして米中半導体競争で韓国は中国側につかざるを得ず、結果的に中国と心中することになるのではないだろうかということが懸念されております。で、これはですね、アメリカも十分把握をしておりまして、こちらです。韓国の総合ニュース、サムスンなど韓国企業が米で4兆円投資、半導体バッテリー事業などということで、これ以上ですね、アメリカは韓国や中国で生産するのではなく、アメリカの中で生産しろよということで圧力をかけて、アメリカの中で工場を作るようにということになっています。そしてサムスンはアメリカの新工場の建設に約2兆円を投資すると発表しました。そしてバッテリー分野ですね、これは自動車産業です。これはですね、バッテリー分野も投資を行うと。そして自動車の電気自動車部門で、こちらも生産や充電インフラ拡充に74億を投資すると。そして研究開発部門も設立をするということになっています。そしてですね、韓国の主要企業は会議で半導体を含む情報通信技術産業やバッテリー、電気自動車などの分野で北米市場が重要であることを強調し、米との協力で市場を拡大するとともに新技術を確保すると意向を表明しました。これはですね、すべてアメリカの圧力でアメリカの中に工場を作るようにということになりました。そして戻りまして、韓国の問題はこれだけではなくて、こちらですね、韓国の自動車業界も労働組織の過激な活動によって自滅の道を進んでいる。この過激な活動というのはもう想像できますよね。デモとかの様子を見てる限り、もう過激な様子が想像できます。そしてちょっと驚いたのが、ヒュンダイ自動車の平均賃金はすでにトヨタ自動車より 30% 高いと。すごいですよね。トヨタの平均賃金というのは相当高いと思いますが、それより 30% 高いそうです。これは労働組合の過激な活動で、おそらく上がってきたのだと思われます。そしてなんと生産性はトヨタの半分以下。もう信じられませんよね。韓国の企業というのはこういう状態であるということです。ですので、ルノーサムスンは生産を大幅縮小し、韓国 GM は撤退を検討中。ということで、こちらですね、フランスのルノーも韓国からの撤退を示唆しているというニュースが産経ビズに上がっています。ということで、ムン大統領が支持率欲しさに重要な支持基盤である労働組合寄りの政策を進めたことがありまして、その結果労使対決が激しくなりました。その結果、企業の存続を阻害し始めてしまったということになります。そして韓国内には自動運転や電気自動車に必要な AI 技術の蓄積が乏しく、次世代の自動車を韓国企業が自ら開発、販売することは困難だろう。これはですね、日本の自動車業界も共同で開発しているぐらいですので、韓国の自動車が独自で開発をするというのはもう難しいと思います。先日タイガーウッズが韓国車で事故を起こしているぐらいですので、もう韓国車というのは危険というのが昔から出ていますので、これがですね AI を使った自動運転というのは
怖くてよく乗れないと思います。そして外国メーカーも賃金の高い韓国で生産するメリットはなく、このままでは自動車産業そのものが社会化せざるを得ないということになっています。もうこれで韓国の企業が今後どうなるのかというのが大体想像できたかなと思います。そして反日イデオロギーに明け暮れ、労働組合に肩入れするばかりで、経済に何ら有効な政策を打たなかったムン政権によって、韓国経済は今や沈没寸前に追い込まれているのだということになります。ですので、これは日本にも影響を与えてくるようになるということになります。もうアメリカの企業が撤退を始めておりますので、そしてそれが世界の企業も同じように考えるということになります。こちらですね、ルノーも撤退を示唆ということで、やはり考えていることは同じで、ムン政権の政策は限界に来ているということになります。やはり書いてあることは同じです。もう韓国企業で労働争議が深刻化している。特にルノーサムスン自動車のケースは深刻ということになっています。そして労働側はあくまでも全面対決の姿勢を崩さず、経営側も厳しいスタンスで対立は激化している。そして世界的な半導体不足によって自動車の生産は減少しており、同社の業績はかなり悪化することが懸念されている。それなのに、もう労働側は全面対決をすると。もうこんな状態でしたら、経営は成り立ちませんよね。だから、もう撤退を示唆するのもわかるということになると思います。もう書いてあること同じですよね。このムンジェインが最低賃金を引き上げたということですね。そして労働組合側は目先の既得権益の強化をより重視している。そしてムンジェイン政権の経済政策の限界、そうなります。それがですね、やはり投資家も不安になるわけです。なので、韓国経済はこれから衰退をたどっていくということになると思います。そして大統領が来年変わりますが、反日イデオロギーというのは変わりませんし、そして労働組合のスタンスも変わらないと思います。ですので、もうこれはまずいですよ。これですね、とうとう韓国からの撤退を示唆、文政権下の韓国では労働争議が激化、一部企業の経営に無視できない影響が生じてきた、その状況に拍車がかかっているということですね。労働組合は基本給の引き上げを経営陣に要求し続けている。そして5月に全面ストに踏み切った。もうこれはもう難しいと思いますよね。ということで、アメリカはアメリカ企業が韓国からの撤退をむしろ促進しているように思います。それがですね、冒頭に言いましたスターバックスの持ち分売却です。これからですね、こういったことが続きますと、韓国は中国を選ぶのか、それともアメリカを選ぶのかという選択が迫られた時に、どちらを選ぶかということで、中国を選んでしまうと、もう日本というのは防衛ラインが対馬まで撤退することになりますので、非常に安全保障上も危険になってくるということになります。もちろん韓国が嫌いで日韓断交という言葉もよく聞きますが、それをしてしまうと中国の脅威が目前にまで迫ってくることになりますので、これは何としても避けたいのが本音です。ですので韓国は非韓三原則で付き合っていくのが一番いいんじゃないかなと思います。こちらですね、非韓三原則は助けない、教えない、関わらない、これで付き合っていくのが一番いいんじゃないかなと思います。ほっとくと、放置プレイ、これが一番です。これで付き合うのは非常に難しいんですが、まあなるべく中国ではなくアメリカを選んでもらうようにするということが一番日本にとっていいということになりますので、残念ですがこういった付き合いを続けていくのが一番いいんじゃないかなと思います。ということで、またこういう情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。